カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。290円あげましたね。 で前日のダウがね、促進していたんですよね。264ドル高ということで、ハイテク株に買いというふうにね、書いてありますけども、アメリカのね、長期金利の上昇が一 復したたととといいいううことががああってて割高感の薄れれハイテク株がねね買われたというふうに、ね、書いてありますけども日経もね、その流れを受けて、4日続進ということに、ね、なりましたね。はい、おめでとうございます。うん。で、心理改善で幅広く買いというふうにね、書いてありますけども、今日はなんとですね、28000をね、突破しましたね。28,234円ということになってですね、いよいよね、前回の高値の28,300ちょいぐらい。 うん。これの近くまでね、来たので、ここをね、ぐいっとね、うまい具合にね、抜いてほしいんですよね。うん。それでなんとですね、3万円もね、そんなにね、遠くなくね、感じてきましたね、これね。うん。毎日ね、3万円を超えろ、3万円を超えろってね、この動画でね、言っていましたけども、ついにですね、その日がね、近づいてきたような気もしますが、でもね、まあ、気を緩めると、またね、ドカーンとね、やられてしまいがちなので、その辺はね、 ちょっとね、気をつけながらやりたいですけどもね、まあ、いずれにしてもね、参議院議員選挙がある7月10日まではですね、大きくね、ドーンと下げないんじゃないのと。 いう気はね、しますねという話をしていましたが、ずん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 ね、上がっていてね、よかったと思います。明日もね、頑張ってほしいと思います。続いて、グロース市場のコア指数ですけども、はい、グロース市場の、ね、コア指数もね、今日はですね、マイクと上げてくれたんですが、しかしですね、まだね、この横横ボックスにね、こう、ちんまりとね、いるんですよね。うん。なので、 このねボックスからですね早いとこね上の方にねドッカンと抜けてほしいんですよねこんなところでねウロウロしてる場合ではないよということなんですがはい頑張ってね上の方に行ってほしいと思いますよろしくお願いしますそしてマザーズですけどもはいマザーズの方もねうまいことまあ上がっているということでなんとかねこの75日線をねドーンとね突き抜けてほしいという話をね毎日していますがなんとか頑張って上の方にねドーンと行ってほしいと思いますそれでねマザーズといえば一番ね指数でね時価相 大きかったこのねメルカリなんですけどもメルカリがね 昨日のね、6月7日から、東証プライムにね、移行しましたよね。うん。でね、今までね、マザーズ指数と、それからね、グロー市場のね、コア指数っていう2つがですね、こう結構ね、下げていたのは、メルカリがね、ぐん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 ね、下にね、押していたということもあったんですよね。うん。なので、プライムにね、抜けてくれたので、これからはね、一つ重しが取れてね、うまい具合にですね、こういの方にね、ぐいぐいぐいっとね、行ってほしいと思いますね。頑張ってください。以上、治安関連でした。ついて テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、再生エネルギー関連なんですけどもはい。再生エネルギー関連ね、今日はですね、このリストに入れているね、ほとんどのね、銘柄がね、上げてきたんですよね。なかなかね、すごい感じでね、上がっていたと思いますけどもね。で、エネチェンがですね、特にね、12%も上げ、そして、レノバがですね、6%上げ、ーレックスもね、5%上げと。 いうようなことでね、なかなかね、いい感じでね、上げていたと思いますけども。でね、これは何があったかというとですね、おそらくね、これに反応したかと思われるんですよね。夏の電力がですね、結構ちょっとね、やばいことになりそうだという話がね、出ていますよね。うん。で、政府が節電を要請したというような報道がですね、流れていて、でね、これに反応しているのではないかということかと思われるんですよね。うん まあ世の中的にはね、あんまりね、嬉しい話ではないですけども、再生エネルギー関連銘柄にとってはね、まあまあなかなかのね、チャンスかなと。 いうところもね、あるかと思いますけどもね。うん。でね、特にね、この NHN がですね、今日大きく上げてきていたのはですね、昨日のね、大引け後にね、こういうプレスリリースをね、出していたんですよね。FIT 非化石証書の活用で不動産業界の脱炭素化を支援と、うん、いうようなことがあってですね。まあこれがね、結構刺激になったのかなと。 いうところはね、ありましたけどもね。うん。でね、NHL はですね、今日のね、おびき号にもね、またまたね、IR を出してきたので、これはね、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。それとね、これはね、6月6日の報道なんですけども、 バイデン政権がですね、太陽電池パネルの生産を促進するというようなことで、6日にもね大統領令を出しますというようなね報道がねありましたよね、うんで。このブルンバーグのね記事に書いてあるのは、バイデン政権は太陽光機器への新たな関税の2年間停止も公表へというふうに、ね、書いてあるんですよね。うん。 でね、これもね、結構なね、会員の材料になったのかなということがあって、特にね、機能のね、バランスはですね、結構上げてきたということがね、ありましたよね。うん。というようなことで、再生エネルギー関連ね、今日結構ね、上げてきましたね。はい、良かったと思います。続いて、防衛関連なんですけども、はい、防衛関連もですね、今日はね、結構上げてきたんですよね。うん。 で、もうね、これは皆さんご存知かと思いますけども、今ね、まあ防衛費をね、増額しようよというね、話に、ね、なっているので、まあ今ね、バック上げしているということかと思いますけども、で、特にね、今日理系がですね、15%以上ね、上げてきたんですよね。うん。で、これはですね、おそらくね、これに大きく反応したと思われるんですけども、株団さんがね、6月7日の OBK 後に、こういうね、特集記事をね、出していたんですよね。防衛関連に国策の上昇旋風吹くと。 いう書き方になっていて。でね、この中でね、理系がね、書いてあって、売上高のね、4分の1を防衛省向けでね、占めているというようなね、ことが書いてあるんですよね。うん。ということで、まあ、再認識されてですね、理系がね、今日は強く上がってきたということかと思いますけどもね。うん。で、まあ、このネタはね、カブカブパラダイスのね、ハイミン会員さんにはね、今朝ね、情報をね、配信していたんですけども、要線でね、終わってよかったと思います。以上、防衛関連でした。続いて、ゲーム関連なんですけども、はい。 ゲーム関連ね、今ね、すごいね、ホットになっているんですよね。うん。でですね、ついにね、ガーラがですね、今日はね、寄らずノーストップ高となり、そして、サイバーステップもね、11%上げたと。 いうことになっていてですね、なかなかね、すごい盛り上がりにねなっているんですよね。うん。で、ネタの話はね、もう前回までのね、動画をね、見ていただければと思いますけども、いやー、それにしてもね、ゲーム関連ね、大盛り上がりになっていてですね、いいかと思いますね。はい。ますますね、頑張ってほしいと思います。以上、ゲーム関連でした。続いて、直近の IPO ですけども、はい。 直近の IPO はですね、今日はね、グロースのね、壊し数がね、結構上げていたので、この中のね、直近 IPO 銘柄もね、そこそこ上げていたんですけども、でね、今日ですね、1社ね、上場しましたよね。エニーから5032なんですけども、はい。こちらはですね、やっぱりね、寄りませんでしたね。うん。なかなかのね、この会のですね、迫力ということで、ま 全くね、もう寄るような感じじゃないですよね、これね。うん。まあ皆さんのね、予想通りだったと思いますけども、はい。でね、このエニーカラーの事業内容はどういうことかというと、VTuber グループの二次三次 いいいううとととこころの運営をしているということなんですよね、うん、VTuber ってね YouTuber のバーチャルな、まあ、キャラクターを、ね、動かしながらのね、まあ、動画ということなんですけども、まあ、それを、ね、配信しているんですよね YouTube でね、うん、というようなことの会社だということで,で想定の時価総額はね446億円程度ということなんですよね、うんまあ、グロース市場の、ね、IPO にしてはねまあまあね 大きい自家総額だと思いますけどもね。うん。で、公募価格が1,530円なんですけども、今日はですね、3,520円まで気配がね、上がってきましたけども、全くね、夜気配がね、なかったということにはね、なりましたけどもね。はい。それでね、当選の株数が133万株あると。 いうことで、まあ、このね、株数はね、この時価総額にしてはですね、結構ね、少ないと思うんですよね。うん。ただね、ストックオプションがね、260万株ぐらいあるんですよね。うん。それで上場時にね、公式期限を迎えるということで、まあ、これがね、降ってくる可能性もね、十分にはね、あるんですけども、まあ、ただね、ロックアップはね、ガジガジなんですよね。180日間と。 いうことで、この中からはね、売りはね、出てこないはずなんですけども、あとね、この売上高と、経常利益のね、伸びがですね、なかなかね、素晴らしいものがね、あるんですよね。うん。人気化してもね、しょうがないかなというようなね、株なので、明日ね、早いとこですね。今日のね、大引けの気配よりね、断然安くね、寄ってくれないかなというふうな <laughs> 希望があるんですけども、はい、よろしくお願いします。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ 新ネタのコーナーですけども、まずはね、清ラーニングなんですが、 キヨちゃんがね、今日久しぶりにね、上げてきてですね、なんとね、ストップ高だからったんですよね、なんと。いやー、すごいですね、おめでとうございます。うん。でですね、これは何があったかというと、おそらくね、これに反応したと思われるんですけども、日経新聞がね、6月の8日の午前2時に報じていたんですけども、人への投資、世界水準遠くと、で、骨太方針決定というふうに書いてあって、3年で4000億円、成長へ生産性向上急務と。 いうふうにね、書いてあるんですけども、で、この内容をね、日経新聞のね、有料会員の人しかね、見れないんですけども、いつも通りにね、トレーダーズウェブさんの方でですね、解説してくれているので、こっちはね、タダで見れるので、はい、これをね、見たいと思いますけども、でね、ここに書いてあるのは、岸田さんがね、人への投資にね、重点を置くということで、3年間で4000億円をね、投じますと。 いうことなんですね。うん。で、その中で、デジタルスキルに関して、職業訓練の講座の割合を、今の2割程度からね、3割超に高めるとしているということなんですよね。うん。ということでですね、これにね、反応してですね、ドーンとね、上げてきたということかとね、思いますけどもね。うん。でね、ここのところね、まあ、そこだけをね、張っていたというようなこともね、あったと思いますので、今日はですね、ドーンとね、上げてきたということになって、はい、よかったと思います。頑張ってください。 続いて、デルタフライファーマーなんですけども、はい、デルタフライファーマーはですね、今日ね、7%上げましたね。はい、おめでとうございます。うん、上げたのが良かったんですけども、ちょっとね、陰線でね、引けてしまったのがですね、残念なところではあるんですけども、でね、これは何があったかというとですね、日経メディカルがね、報じていたんですけども、こういうね、記事がね、出ていたんですよね。うん。でね、このね、d p 1 4 3 2 3っていうのがですね、このね、デルタフライファーマーが、今ね、 治験をしている薬なんですよね。うん。まあ、それに関して、併用でね、なんか使った時にですね、まあ、いい感じになりましたということをですね、まあ、学会でね、発表されたというようなことをですね、報じていて、まあ、それでね、今日はね、上がってきたということかとね、思いますけどもね。うん。まあ、これもね、ハリミミ会員さんの方にはね、朝流しておいたんですけども、残念ながらね、陰性だったんですが、はい。 今後はでですす。ね、ね、ね、陽線けるように、ね、お願いいいしたいと思います <laughs> そして最後にですね、エネチェンなんですが、はい、エネチェンジね、さっきですね、再生可能エネルギー関連のところでね、取り上げましたけども、今日ね、12%上げたということで、まあもちろんね、このね、夏の電力がね、足んなくなるという話と、それからね、昨日のね、大引けをいな、ね、い出したこの IR というところで、今日上げてきたというような、ね、話をしましたけども、今日のね、引けもいいですね、またまたね、別の IR をね、出してきたんですよね。で、でこちらなんですが、海外特化型、 炭素テックファンドに三井住友信託銀行がとということをね出してきたんですね、はいいおめででとうございますでねこのファンドはね、どういうファンドかというとですね、エネチェンジと、それからね、ビプロギーっていう会社、うん、でこれはね、昔のね、日本ユニシスのことなんですけども、あとは東芝エネルギーシステムズというところだったんですが、それにですね、三井住友信託銀行さんがね、加わりましたよということになって、 それでね、4社になったという話なんですよね。うん。ということでですね。まあ、なかなかね、面白い話かとね、思いますけどもね。はい。N チェンね、明日もね、どうなるかね、見ていきたいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、前回の動画で注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずね、このね、神話なんですけども、はい。 神話ワイズですね。なんとね、昨日はですね、ストップ高に張り付いて割り、そしてですね、今日はね、17%上げてきましたね。はい、おめでとうございます。うん。で、この話はね、前回の動画でしましたけども、エドバースっていうね、メタバースのね、お江戸版をですね、今ね、 企画しているんで、すよね、うん、でそれの説明会がこの間行われてですね、なかなかね、面白い発信が出たということをこの間の動画で説明しましたけども、はい、ということでね、今ね、爆上げ中なんですよね。うん、時価総額もね、まだまだね、大きい部類ではないと思いますので、これからね、どうなっていくかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。そして、リミックスポイントなんですけども、リミックスポイントもですね、16%ありましたね。いやー、すごいな。うん。 で、リミックスポイントに関しては、この間ね、四季法がですね、なかなかのね、理論株価っていうのをですね、出してきたということを話しましたけども、まあ、それに加えてですね、その後にね、大和証券の方から、 東証プライムにね、昇格するようなリストの中にですね、リミックスがいたということで、まあなかなかね、今盛り上がってるのかなという風なね、感じがしますけどもね。はい、頑張ってほしいと思います。そして、キャンバスなんですが、はい、キャンバスもですね、11%上げてましたね。いやーすごいな。これもね、なかなかすごいですよね。この話はね、前もしましたけども、知見に関して今までね、遅れていたんだけども、それを挽回してですね、すごいね、進んでいるんですよと。 いうようなね、IR が出て、今ね、バックアンにしているということだと思いますけどもね。はい。そして、ケイブなんですけども、はい。ケイブね、今日はですね、寄らずのストップ高2連チャンだったので、上にね、値幅4倍チャレンジだったわけなんですよね。うん。しかしですね、その値幅をね、全く活かすことなくね、残念ながらね、マイナス6.7%と。 いうことにね、なってしまいましたね。うん。やっぱりね、値幅4倍だとね、たいね、最近はね、より点でですね、まあ、陰線引いてしまうというパターンに、ね、なってしまってますよね。うん。で、材料はね、結構面白いんですよね。何回もお話をしましたけども、デラゲーっていうね、モンスターストライクのね、開発とかね、運営をね、した会社を、まあ、会社化すると。 いうようなことでね、まあ、かなりね、上がってきたということだったんですけども、はい。まあ、それでもね、明日以降ね、ひょっとしたらね、ギャップアップしてですね、またね、この陰線をね、こう取りに行くというようなね、こともね、あるかもしれないので、はい。注目してみていきたいと思います。そして最後にですね、IR ジャパンホールディングスなんですが、あとですね、今日はね、寄らずのストップエースでしたね。うーん。これでね、3日連続のね、ストップエースなんですけども、で、2日連続のね、寄らずのストップエースと。 いうことになったので、明日はですね、なんとね、下にね、値幅4倍と。 いうことにね、なってしまいましたね。うん。でね、この話はね、前回の動画でもしましたけども、元役員の方がですね、インサイダー取引をね、したんじゃないかっていうね、まあ、疑いがかけられていて、それでね、証券等取引委員会のですね、まあ、捜索がね、入ったという話なんですよね。うん。ということでね、まあ、こういう会社ね、信頼がね、一番だと思うんですけども、それをね、まあ、一律しくね、損なってしまったということでね、引き下がりしていると。 いうことなんですけどね。うん。まあ、どういうふうになっていくかね。見ていきたいと思います。以上、前回の注目のやりでした。続いて、6月9日の注目。はい。神話ワ,ワ,ワイズ、リミックスポイント、ガラエネチェンキャンパス、サイバーステップ、データフライ、QD レーザー、日以降、セカンドサイト、インクルーシブ、マイフックス、マーキュリー、トレックス、エニーカラー、大阪チタン、トリプルアイズ、 優先、A バランス、ピクスタ、川崎線、ダブルスコープ、グローバルウェイ、モイ、タカトリ、東京通信、ケイブ。なんかね、もうリストがパンパンになっちゃったんで、ちょっとね、近いうち整理したいと思います。はい。まあこの辺をね、中心にね、見ていきたいと思います。 それではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。